高山祭りの会場です昨日からの雨弱くはなっていますが降り続いています去年は規模を縮小しての開催でしたが今年は4年ぶりの通常開催ですで本来ですと午前中あちらの桜山八幡宮の表参道で11台の祭り屋台の引き揃えが見られる予定でしたが雨をしのぐため屋台は蔵に控えています観光客からは様々な声が聞かれました 天候に恵まれないのはあのまあ残念ですけど、それでもやっぱ色んな楽しみ方があるので、雨ならではの高山祭りの楽しみ方で楽しみで行きたいなって思います。こちらの蔵には縫合帯という祭り屋台が収められています。高さ8メートル近く豪華絢爛細かい彫刻も間近で見られます。 さらに少しでも楽しんでもらおうと、実際に屋台を引く方との記念撮影も行われています。雨の中ですが、11時時点で1万5千人の人出と発表がありましたで。この後、天気が回復すれば、午後には高山の古い町並みをめぐる引き回し、さらには蝶賃の明かりが幻想的な宵祭りが行われる予定です。高山祭りの会場からでした。